皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。エルデンリング、シャドウオブジエルデツリー、実況始めます。踊り子さんを探した前回。お花畑じゃなくて霊廟に隠れていたとはな。まあ PV と現物が違うなんてよくある話。ネキの獲物もおべべもいただいたでな。今日からワイが踊り子さんや。一方探索はいつものようにマイペース。青海岸果ての大穴の底まで至りましたが、その先はミケラの封印によって阻まれていました。どこかで封印を解かねばなりませんね。でもまだまだ寄り道道草たしなんですけどね。そして現在地点が青海岸からさらに先、リアの指遺跡です。このマップ作ったやからのセンスと常識を問い詰めたい。道草寄り道なら当然遺跡の攻略に取り掛かるところですね。と、思うぜん。なんですと。遺跡に行く前にちょっと寄りたいとこがあってな。道草の道草ですか。前々回行く予定だったここね。えらく大橋を渡って街道沿いに南に進んだ場所ですね。さすがにこの場所も回収しておきたいのよね。無名霊廟とかあったら素敵やん。よしなに。目的地はこの先ですね。ここにもチンアナゴ対戦がおんのな。ってことは何か素敵スポットがあるに違いないのよ。お、なんだなんだ、誰かの声が聞こえる。近くに NPC がいるのでしょうか。あの道端のゴミみたいに捨てられた幹がそうなんか。言い方。The exquisite pain. とりあえず先に祝福に触っとくか。そうですね。祝福柱坂中腹を発見。おっちゃんどうした、話聞こか。おっちゃんこれ以上は話できない雰囲気。イベントを進めるには何かしらアイテムなり別のイベントが必要なんですかね。じゃあ先に進むわ。おっちゃんすまんな。まあ仕方ないですね。進んだ先では鳥カスがお出迎え。ほんとどこにでもおんのな鳥カス。墓守鳥の腕輪をゲット。前に鎧ゲットしたやつの腕装備な。あいにく今のご主人様は踊り子さん。全部揃ったらまたお着替えしてもいいのよ。目的地はここだけどまさかこんだけ。ただ道はまだ先があるようですね。行けるとこまで行ってみっか。襲い来る鳥カスをかいくぐった先に塔を発見。沈めの柱に到着。これは何かいいものあるでしょ、常識的に考えて。お、宝箱。やっぱこうでねえとな。固有岩の探石ゲット。やったぜ。あとは石板があるだけ。狭間の中心、あらゆる死が流れ着き、あらゆる死を沈める。なるほど、わからん。この場所が狭間の地の中心ということなんでしょうか。死が流れ着き、死を沈める、これほど意味深な仏がある場所です。何もないということはないでしょう。ある程度本筋が進んだらもう一度来てみた方が良いでしょうね。せやな。一応目的地は探索しましたが、せっかくなので周囲も探索することにしました。あれはミケラーの十字、こんなとこにもあったんやなって。やっぱまだまだ色々見逃してそうな雰囲気。エイジュの破片をゲット。これでマシマシのカッチカチ。やったぜ。でミケラーよ。我が肉体を削り、ここに捨てる。ミケラーは謎なの。そうじゃねえだろ。肉体を削るとは何を示すんでしょうか。ミケラの分け身となる存在が複数いる、そんな示唆でしょうか。たったこれだけじゃまだ何もわからんわな。ミケラー少し個体発見。だからそうじゃねえだろ。少しコミキオフスオフス。やめなさい。Oh, hello there. You the tarnished. Lady Letta spoke of you. Another tarnished.Guided here by Mikola the Kind. My name is Teolia. I too am tarnished, and here on kindly Mikola's account. So, well, here's to new beginnings, I suppose. I'm sorry, but well, I'm not much good at anything, is all. I'm as weak as a kitten and thick as two planks. I've always been this way, since the very day I was born.I'm afraid the only thing I'm proficient in is poison. Sorry.
お名前はテイリエニキナ。随分とまあ謙虚なニキだこと。ゾロ狩りで頭残念で毒だけが友達。そこまでは言ってません。確かに売り物も毒関連のラインナップが充実してやがんのよ。むしろテイリエさん、毒に関しては自信ありなタイプなんですかね。個人的にはあまり敵に回したくないタイプですね。そうなんか。ニキも今んとここんだけやな。イベントが進んだらまた会う。アデュー。その後先ほどの祝福に逆戻り。ゴミのように捨てられた幹の先に行けるみたいだったでな。おお、ハッスルハッスル。ベイルとは前回その名を冠したタリスマンを拾った豪遊ベイルのことみたいですね。つまりおっちゃんはそのベイルにやられたんか。状況から見ればそうかと。おいおい、この先にそのドラゴンおるんやないやろな。いきなりそんなんで敵たらご主人様引き返すでほんま。お、強制下馬。ってことは侵入やな。影の地でも侵入されることがあんのな。とりあえず後ろの鳥カスおめえは黙れ。ご友人に侵入されました。ドラゴン関係のニキか。どれバフでもかけつつゆるりと待とうぞ。なんかあっちあっちなゲロ吐きよるぞあいつ。見た感じ竜の祈祷のようですね。溶岩と竜の祈祷のようです。では侵入者のお手並み拝見と行こうじゃないの。オラコイヤ、エルデの女王さんの玉取ってみろや。焦げつきりの二段目をかわすとはこいつやりおる。しっかしニキ、その祈祷は対人では当たらんで、もちっと現実的な祈祷持ってこんかったんか。なかなか機敏な動き、やるやん。これはいい勝負になりそうなのよ。焦げつの一段目を受けても祈祷を止められないとは、ゾロ狩りな見た目の割に結構強靭あんのな。しかしいい感じにゲロ吐いてくれるおかげで回復には困らない。サンクスな。まあ古月の一段目さえ当たればええねん。成敗。え、何も落とさないの。そのやっぱくらい落としてけよ、つっかえねえのな。ただ侵入があったということは、この先に進んでほしくない理由があるということなんでしょう。正直防御とかに今のタイミングで会いたくないから帰りたい。いいから行けよ。進んだ先に洞窟を発見。ダンジョンなら普通心躍るんだけどね。あのおっちゃんのせいで正直テンションだだ下がりなのよね。そしてこれである。竜の穴に到着。これってやっぱ暴竜がおるんと違うの。先に進めばわかります。いけず。中のモブは獣人スケルトン2機、つまり神聖派生した黒金の大土の出番ってなわけなのよ。火力や成立恐竜でスケニキの復活も防げるでな。こんな危なげなダンジョンはちゃちゃっと片付けるのよ。このダンジョンも結構大きそうな雰囲気。いつかの牢獄みたいになんか祭壇っぽいのも見える。影の地はどこもかしこもダンジョンの手が込んでやがんのな。これでスケニキは全部処した。しっかしお宝の一つもあやしねえのよ。ちょっとこのダンジョン意識低すぎ。ここから先は上か下、どちらかに進めばいいようですね。二者択一ってのは迷うのな。とりあえず下から行ってみっか。この先がさっき見た祭壇みたいなサムシングのはず。お、公式のメッセージ。恐怖を知らぬ、勇気を示せ。そして祭壇までの道は崩れてる。この七からさっきの公式メッセを翻訳するとな。飛び降りろ、死にはしないってことなんやで。ソウルシリーズプレイヤーならみんな知ってる。そうなると先に上を確認しといた方がええか。戻れなくなっちまったらいろいろ面倒やからな。え、なになに、まさかドラゴン、防御襲来なの。うわったー、逃げろーい。あれ、お前かよ。あれはエルデランドでもおなじみ溶岩土竜ですね。なんやビビらせやがって。エルデの女王さんをびっくらこかせた罪は計り知れないほど重いのよ。これはお仕置きやろなー。
竜の心臓と固有岩の探石ゲット。固有岩のバーゲンセールやな。まっことありがたし。しかしまあ溶岩土竜がここにいるとは。なんかあんの。竜の中でも溶岩土竜は少々特殊でして、竜さんの儀式については覚えてます。竜の心臓食べて竜気と覚えるあれでしょ。さっきの2期も使ってたのよ。竜さんをやりすぎたものの末路、それが溶岩土竜だそうです。だからあいつだけ剣なんか使ってんのな。多分この場所は影の地における竜さんと縁深い場所なんでしょうね。ますますプラキド級のドラゴンが出てくる可能性ありありじゃない。おう、怖い怖い。じゃあフライハイ行ってみますか。ちょいや。ほらやっぱり、で視線の先にはボス切り、ここがダンジョンの終着点ってことなのね。コローの体験や黒金の大土も頼もしいけど最近出番多め。だから前回ゲットした踊り子さんを触り剣を使ってみるぜ。ラーナの武闘剣、な。よっしゃ行くか。ボス戦後友人開始。お、つまりさっき侵入してきた2機が顔真っ赤にして待ち構えとったわけか。ええやん。また帰り討ちにしてやんよ。人型相手なら極限二刀流もいけるって何事を。やるやん。さっきは本気じゃなかったってことなのな。獲物は立ち、そこからブレード後派まで飛ばしてくるとはこいつやりおる。しかも回復狩りに後派飛ばしてくるとはさては対人ガチ勢だなおめえ。でも宴会芸レベルの勇気と相変わらずぶっ飛してるのはロス。祈祷の射程くらいちゃんと把握しとかんとあかんで友人2機。まあ所詮はブレード後派が追加されただけ。さっき楽勝だったご主人様の敵じゃねえのよ。次から本気出す。最初から出せ。初見は様子見ってのがベテラン汗人の風格。なんせこちとら何度死んでもやり直し聞くでな。踊り子さんの華麗な舞ってやつをあの友人2期に見せてやんよ。よっしゃ行くか。エルデの女王、いざ参る。さあエルデの女王さんのオンステージの始まり。いきなり戦機ぶっぱで妨害た空気読めねえのな。せっかちな男は嫌われるで友人2期。芸術をたしなむアーティスティックな感性ってやつが令和の時代には必要なんやで。ほな行こか。強攻撃で潰されちまった。でもまだまだいける。エルデの女王さんの華麗な舞をご浪じろ。お代は見てのお帰り。ついなこの戦機、スタミナ切れなかったらあのままいけたぜ。スタミナ無限霊薬が切れちまったのが痛恨の極み。お、2機はアンコールをご希望かな。ほら踊れ踊れ、前、踊れ、上矢武器。これがちょむちょむってやつよ。覚えときな坊や。フィニッシュ。ご友人ゲッハおめでとうございます。シャーコラー。そして夕刈りの太刀をゲット。いや踊り子さんの戦技がハマりにハマったのよ。まさかここまでいけるとは思わなんだ。ドラゴンなどの大型ボスや強くクラスのボス相手には厳しいでしょうが、人型の中ボスクラスには十分通用しそうな戦技でしたね。使いどころがちょっと難しいけどね。敵さんが近づいてくるのに合わせて初手を取ればいける感じだったのよ。ただこのダンジョン、まだ終わりじゃない。なんか扉があんのよね。2機からかつ上げたルーン持ったまんまだからちょっと不安だけど、まあ行くしかないでしょ。お、祝福。これはまっこと尊き祝福なのよ。祝福竜の穴、集団発見。
ここからは精神力と持久力やな。どっちも25までは欲しいのよ。OK、さてこの先に何があるのかな。お願いだから暴龍さんとかおりませんように。外に出た。どうやら新エリアに通じる通路だったようですね。なんでよどかしやがんのな。新エリアギザ川のふもとに到着。視線の先にはドラゴンが一匹。竜の穴を抜けた先の場所ということは、当然竜に馴染みのある場所なんでしょうね。やれやれ、また行ける場所が増えちまったのよ。でも今回はここまでな。ちょっとした回収のつもりがなかなか盛りだくさんでしたしね。最後に固有人に力かつ上げた竜狩りの太刀の紹介な。名前の通り太刀カテゴリー。必要筋力と技量は低めなのでマスターでも使えますね。ちなみに竜特攻付きの太刀だそうです。モーションは以前拾った太刀と同じみたい。見た目的には大曲り剣にも見えるのな。で戦技がこれよ。あの2機が使ってた技な。優勝斬り、オーラをまとったジャンプ斬り、ダメ攻撃で後波を飛ばす戦技です。竜特攻のついた武器をあそこでゲットできるということは。こいつで暴龍をしばけってことなんやろな。暴龍でいるとやらが出てきたらまずはこいつで挑まんとな。竜に挑むは騎士の誉れよ。さて指と竜、どっちを先に片付けますかね。それは次回までのお楽しみ。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。